とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに見つけちゃいましたね。あるんじゃないかなとは思ったんだけども、やっぱり、ありました。何があったかというと、無限ダイナモですね。今までも何度か無限ダイナモあったんですけども、全部修正されちゃいました。一番最初が、確か苦痛の矢筒をダイナモで打つと、消費されないバグだったよね。で、二回目が、いや、一緒にあったのかな。爆発系の弓で、ボウガンで打つとダイナモが消費されないやつもあったよね。で、それが修正された後に、雷の矢筒で、ダイナモ貫通で打つと、無限ダイナモできましたよね。それもね、この前修正されてすごいショックなんだけども、今回見つけたのがあります。これが使える。でもね、難しいんだよね。とりあえず、紹介しますね。まず、弓のエンチャント必要です。何のエンチャントが必要かというと、これですね、ダイナモと、ボーナスショットです。分かった人ももういると思うんだけども、ボーナスショットは、普通に撃つと、一発プラスで矢が飛んでいくっていうやつなんだよね。しかもこれ、近くの敵に発射されます。うん。自分が後ろ向いてても、後ろの敵に発射されるのよ。このボーナスショットが。このね、ボーナスショットにダイナモが乗って、で、ボーナスショットを当てると、消費されません。普通の矢を当てると消費されます。わかりづらいよね。まあ、敵がこいつだとするよね。このカカシが敵です。で、普通にこう打ったら、ダイナモが消費されるのよ。でも、後ろを向いて、こう打つのよ。こう打つ。そうすると、敵に向かってボーナスショットが発射されて、そのボーナスショットにはダイナモが乗ってるんだけども、消費されないっていうやつですね。で、ちなみに、マルチショットでも発動します。マルチショットの、本当の矢以外、うん、普通の矢が1本出て、それプラス、5本出るんだけども、マルチショットが発動すると。そのマルチショットの、5本の矢に当たっても、無限ダイナモもできます。ただしそれ難しいです。うん。当てるのがすごく難しいので、ボーナスショットの方がいいのかな。まあ、ちょっとわかりづらいと思うので、一度、お見せしますね。ハテナハテナハテナの、ちょっと敵の HP を低めにしようか。19でいきます。それでは、ダイナモ20まで貯めましたね。普通に撃つと、ダイナモは消えます。一発で飛んじゃいますね。で、あー落ちちゃった。ボーナスショットを当ててみましょう。でもね、このボーナスショットが、なんだろうな、出るとき出ないときがあるんだよね。この発動条件が今、いまいち分かってない。うん。はい、ちょっと一匹呼びましょう。一匹にした方が分かりやすいんで。OK。こいつにしましょうか。今、ダイナモ溜まってますよね。で、普通に撃つとダメなので、違う方向を向いて撃ちましょう。出た、ほら。ボーナスショットが飛んでいきましたよね。で、ダイナモ、消費されてません。でもね、この、ボーナスショットのね、出し方がなんかいまいちわかんないんだよね。これ 100% じゃないのよ。うん。まあ、今は出たんだけども、出ない時があるのよね。うん。今はうまいこと出てるんだけども、出ないことがある。ほら、出てない。あ、今出た。このね、ボーナスショットがほんとね、出し方がね、いまいち分かってないんですよね。でもほら、無限ダイナモできてるでしょ。普通の矢でもできるし、雷の矢筒でも、できます。うん。で、なんっけ。普通の矢筒か。これでも、もちろん、いけます。なんか切れたね。本物に多分当たったんだと思います。ダイナモ、ちょっと貯めますね。5を貯めました。はい。5を溜まったまんまでしょ。無限ダイナモができてるっていうことですね。
でもね、このね、ボーナスショットがね、やっぱりわかんないんだよな。発動条件が。敵がね、ものすごく近づいた時に出るのかなと思っても、そうでもないんだよね。うん。実際のところ、あんまり、距離が詰められてなくても発動することもあるし、逆に、発動しない時もある。発動しないな。うん、この発動条件がね、本当にいまいち分かってません。やっぱランダムなのかな ?100% じゃなくってさ。このね、発動条件が分かれば、もうちょっと使えると思うんだけども、ちょっと難しいんだよね。ちょっと高難易度で、これぐらいちょっとね、詰められるとやられちゃうので、もうちょっとこう、しっかりと発動できるような形をとっていきたいね。難しい。で、これ、ボウガンだけじゃなくって、普通の弓でも、発動します。バーストゲイル棒を、作ってますね。ダイナモとボーナスショットがあります。で、もしかしたら、バーストボーストリングでも発動するのかなと思ったんだけども、バーストボーストリングでは、発動しません。バーストボーストリングはダメ。発動するのは、ボーナスショットとマルチショットの偽物の矢の部分だけが発動しますね。ちょっとそこがね、難しいところなんですけども、まあ、とりあえず、ダイナモ20まで貯めて、どんな感じか見せますね。20まで貯めました。発動がね、あんましないんだよね。普通の矢の方は。あ、いや、意外とした。あ、よかった。でもこれじゃあさ、敵倒せないじゃん。高難易度のやつ。難しいよね。なんで、やっぱりこう貫通して出ていく、普通の矢筒が一番いいのかな。で、俺が思ったのが、このね、出ないな。出た。ボーナスショットに、長弾が乗るのかなとちょっとね、思ったんだよね。普通に撃つと無理じゃん。それを、これ、ピンクスコーンドレルだったら、これ普通の長弾じゃないのよ。いろんな敵にガーッと当たっていく長弾なんで、これにボーナスショットが乗れば、一気にガガガガガーっていくんじゃないかなとも思うんですよ。これはちょっとね、まだ作ってないのでわかんないんですけども、もしかしたら、いけるかもしんない。ピンクスコーンドレル、もしくは、バブルバースターと、グリーンメナスか。その三つ。その三つは、長弾の、もう一段階上の強化されたやつがついてるので、それだったらば、いけるかな。ただし、そのボーナスショットに乗るかっていうところ。それがね、問題です。あー、ミスったバーストボーストリングを打つとダメなんですよ。ダメなのよ。バーストボーストリングは外しときましょうね。使うときには。バーストボーストリングは外して、で、普通に矢を打っていく感じね。よし、11溜まればいいでしょう。でも、毎回出てくれないっていうのがな、ボーナスショットがさ。で、しかもこう、あさっての方向向いてさ、弓を撃たなきゃいけないので、ちょっと、慣れが必要です。あ、OKOKOK。難しいのよ。これ慣れれば、相当いいと思うんすけどね。これね、慣れが必要です。まあまあ、持ってる人はね、とりあえず一度試してみてください。強いんで。でもその使い方なんだよな。難しい。はい。まあ、ボス行きましょうか。では、行きましょう。普通の矢筒の方で行こうかな。ボウガン装備してます。出ない。あ、出た。出た。ボーナスショットのね、この発動条件がちょっと謎なんですよね。まあまあ、
2回に1回ぐらいはね、出るんだけども、もうちょっと出てほしいかな。で、とりあえず、ピンクスコーンドレルとか、あのバブルバースター、そこら辺を一度検証してみます。で、ベストなエンチャントがなんだろうね。まあ、ダイナモ、ボーナスショットはいるね。ダイナモボーナスショット。ボーナスショットと、マルチショット一緒に出ないよな。あれは別だよね。ボーナスショットにマルチショットが一緒についてくれればもうちょっといいかと思うんだけども、無理か。ならば、ボーナスショットに、成長とかどう？あ、成長あるじゃん。成長ある。うん。ボーナスショットが、成長だったらでかいから、当たりやすいよね。うん、それもありだろうし、なかなか難しいかな。ダイナモで攻撃するから、パワーポーションとかが出てもいいんで、アイテムボーナスとか、そういうのもありか。まあ、ちょっとね、要検証、もうちょっとしていかなきゃいけません。まあ、とりあえず今日はですね、無限ダイナモ紹介しました。ダイナモとボーナスショットをつけて、本当の矢じゃないところを当てると、無限ダイナモ発動しますので、やってみてください。ちょっと使い方にはね、慣れが必要なんですけども、はい、もしも持ってる人はやってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。